デメトリオス一世は、第四代、グレコバクトリア王国の国王、エウティュデモス一世の子、西北インドに侵入して、グレコバクトリア王国の最盛期を築いた。父のエウティュデモス一世の時代、グレコバクトリア王国は、セレウコス朝のアンティオコス三世による侵攻を受けた。しかし、エウティュデモス一世は二年間の牢情戦に耐え、ついに両者は和平交渉に至る。この時、 王子であったデメトリオスは、アンティオコス三世の娘と婚約をしている。父の死後、王位を継承したデメトリオス一世は、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、インド征伐に乗り出す。デメトリオス一世はまず南のアリアネ地方を制圧し、そこに住むアリオイ、ドランガイ、エウエルゲタイ、アラコトイ、パロパミサダイなどの小族を支配下に置いたと思われる。その頃の様子を、 ストラボンは次のように記している。こうしてアラビア海にまで達したデメトリオス一世はいよいよインドに進出しガンダーラ地方を制圧した。時にインドではマウリア朝が将軍プシャミトラ春ガによって滅ぼされ混乱時期にあったため西北インド制圧はそれほど困難なものではなかったと思われる。この西北インド征服を祝してかデメトリオス一世のコインには 像の頭をかたどった兜をかぶった肖像が掘られており、名文にはギリシャ文字のものとインドのカローシティ文字のものが併用されている。デメトリオス一世はこの後まもなく亡くなったと思われ、弟のアンティマコス一世が後を継いでいる。ヒンドゥークシュ山脈からアラビア海までの領域の総称。現在のアフガニスタン南部、イラン南東部、パキスタン南部にあたる。 この地域をさらに分けると、アラコシア地方、ガーレネ地方、ゲドロシア地方などに分けられる。現在のパキスタンイスラム共和国シンド州にあたる。古代ギリシャで中国の商人を指して呼んだ語。パミール高原もしくはタリム盆地に住んでいたと思われる種族。ありがとうございます。